マジかよ。最近体調いいじゃん。何良くなってんだよ。これじゃ YouTube のネタにならないじゃん。正直病気が悪化すればするほど見てもらえるんだから良くなったら困るんだよ。Yahoo のニュース見よう。で、また同じ病気をカミングアウトした人出てきたじゃん。やばいじゃん。しかも俺よりもイケメンで面白くて、症状が重い？競合強すぎるって。うっしゃ、来た。来た来た来た。ちょっと症状が悪化してきた。これでネタが増えた。よし、最近僕の症状が悪化しすぎて辛いです。助けてください、と。これで再生回数増えるぞ。あれ？あの人 YouTube のチック症の佐藤じゃない？あれ？全然症状出てなくない？あれって実は演技なんじゃない？うわ、最低だな。え？お前チック症なの？コウメ太夫じゃん。チック症！あれ？これって全部俺のことじゃない？